11月30日、春。こんにちは、アンナです。あら、来たの。あ、スースケとパースケが、佐藤くんのお部屋の前で待ってるよ。きっと、お腹が空いてるんだね。スースケとパースケが佐藤くん家の玄関に入ってきてご飯を食べ始めました。佐藤くんはこれを機にスースケとパースケをお家で保護することに決めました。もうすぐ12月になるのでお外は寒いので、両都会で里親さんが見つかるまで、スースケたちをお家で飼うことにしました。リンちゃんが珍しそうに見ています。リンちゃん、今日からしばらくお世話になります。よろしくお願いします。スースケとパースケはお家の中を探検し始めました。初めて入るお家はいろいろなものがあって二人とも興味津々です。あ、パースケがトイレに興味を示しています。ここは何だろう。砂があるからトイレかな。スースケは初めてのお家に少し緊張しているみたいです。リンちゃんも初めて近くで見るスースケとパースケに少し緊張しているみたいです。リンちゃん、これからもスースケとパースケと仲良くしてあげてね。じゃあ、今日はここまでです。またね、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。